皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。日本語 V ティーチャーのわさびです。今日もわさびの日本語ラジオを聞いてくれてありがとうございます。今日は日本語の慣用句をトークの中に入れて日本のバレンタインデーの話をしようと思います。一番最後に今日のポイント、慣用句の使い方と意味を改めて紹介します。最後までチェックしてくださいね。さて、もうすぐバレンタインデーですね。あなたの国ではバレンタインデーに何をしますか？日本のバレンタインデーは女の人が好きな人に告白する日です。あなたの国に告白という習慣はありますか？日本では好きですと自分の気持ちを相手に伝えることをとても大切にします。これを告白と言います。そして付き合ってくださいとお願いをして、わかりました、いいですよという返事をもらってついに恋人になります。漫画とかアニメ、ドラマで聞いたことはありませんか？もちろんこれを言わなくても恋人になることはできます。でも自分は付き合っていると思っていたのに相手は違ったなんてこともあるんですよね。めちゃくちゃ悲しい大事件です。なのでもし日本人と付き合いたいな、日本人の恋人が欲しいなと思っている人は付き合ってくださいということをおすすめします。普通告白は男の人がしてもいいし、もちろん女の人がしてもいいです。でもバレンタインデーは女の人から好きですの気持ちを伝える日だから、片思いをしている男の人はあの子から告白されないかな、告白されたいなって首を長くして過ごすんです。まだですかって首を伸ばしてドアの向こうを見るイメージ、首を長くする、これはすっごく楽しみにして待ってるっていう意味です。反対に好きな人に告白しようと思っている人はとっても緊張する日です。明日暇？なんてメッセージを送ったらバレバレだし、何をするにも心臓が飛び出そうな思いで告白する人も多いと思います。大げさだと思いますか？自分の思いを伝えるのは勇気がいるし、好きですっていうのは誰にとっても大変なことですよね。でもそれってすごく大切なことだし、とても素敵なことだと思います。バレンタインデーに告白する人は頑張ってね、応援しています。もちろん結婚している人、すでにパートナーがいる人たちもバレンタインデーを楽しみます。プレゼントを渡したり、美味しいご飯を食べたり。いいなぁ。あなたはこんな恋愛をしていますか？そして日本のバレンタインデーにはもう一つ習慣があります。チョコレートです。バレンタインデーに告白するときは好きな人にチョコレートを渡すんです。これを本命チョコと言います。このチョコレートのイベントは人気になりすぎて、今は好きな人以外にもチョコレートをあげるようになりました。これを義理チョコと言います。義理チョコにはいろんな種類があって、会社などでお世話になっている人にあげるチョコレートを世話チョコ、友達にあげるチョコレートを友チョコ、自分にあげるチョコレートを自分チョコやご褒美チョコと言ったりします。ご褒美は
よく頑張った時にもらえるプレゼントのことです。さらに、一番面白いのは逆チョコです。どんな意味だと思いますか？そう、男の人が女の人にあげるチョコレートという意味です。2018年にはロッテというお菓子の会社がアンケートをしました。逆チョコは嬉しいですか？という質問に 96.1% の女の人が嬉しいと答えたそうです。なのでもしあなたに好きな人がいるなら首を長くして待っているだけではなくて逆チョコを渡すのもいいかもしれません。私もチョコレートには目がないのであなたからの逆チョコお待ちしています。みんなが素敵なバレンタインデーを過ごせますように。わさびの日本語ラジオ、そろそろお別れのお時間です。あなたは何個慣用句を見つけることができましたか？この後、今日使った慣用句の意味と使い方を改めて紹介します。一緒に復習しましょう。次の日本語ラジオでは、日本の文化についてお届けします。今日のラジオの感想やコメントお待ちしています。それでは次の日本語ラジオ、日本語のレッスンでお会いしましょう。おっつわっさびーむ。バイバイ。慣用句1、首を長くする。なってほしいと思いながら待つ。すごく楽しみに待つこと。告白されたいなって首を長くして過ごす。告白されたいなって首を長くして過ごす。次の休みが来るのを首を長くして待っている。次の休みが来るのを首を長くして待っている。慣用句に、心臓が口から飛び出る。思いもしない出来事にとても驚くこと。何をするにも心臓が飛び出そうな思い。何をするにも心臓が飛び出そうな思い。後ろから名前を呼ばれて心臓が口から飛び出そうになった。後ろから名前を呼ばれて心臓が口から飛び出そうになった。慣用句3、目がない。良い悪いがわからなくなるほど大好きなこと。物事の良いと悪いを見分ける力がないこと。チョコレートには目がないので逆チョコをお待ちしています。チョコレートには目がないので逆チョコをお待ちしています。あの子を振るなんて見る目がないね。あの子を振るなんて見る目がないね。大切な言葉。告白。告白。付き合う。付き合う。恋人、恋人。片思い、片思い。バレバレ、バレバレ。恋愛、恋愛。大げさ、大げさ。本命、本命。ギリギリ。ご褒美、ご褒美。逆、逆。アンケート、アンケート。